学校全景、力いっぱい精いっぱいと彫られた開校50周年の記念碑学校記念館図書館は週に3日、3時間ずつ開放されている。札幌市立苗穂小学校は、北海道札幌市東区にある公立小学校。JR 北海道苗穂工場から北に300メートルほどの閑静な住宅街に位置している。東に100メートルほどの場所に希望公園があり、冬にはスキー学習が行われる。南西500メートルほどのところに札幌ビール博物館があり、赤レンガ建造物などの写生授業が行われる。児童数は452名、クラス数は18学級、職員数は36名。苗の字の周りに北極星を表すをかたどり、北方中点に輝く限りない理想を示している。周囲の稲穂は苗穂の穂を示し、稲穂の結び目は互いに手を取り合って進む平和な姿を表す。1919年9月24日の開校式より使用されている。大きな希望を持ちみんなの幸せを作り出すこの育成温かく、確かな目で子供を捉え、一人、数との良さや可能性を伸ばす教育活動の展開、新しい学習指導要領に基づく特色ある、教育課程の編成、実施、評価保護者、地域に開かれた、学校づくり安全、安心で爽やかな教育環境づくり全職員の、相互信頼と協働による潤いと活力のある学校づくり4から6学年の児童が以下のクラブ活動を行っている。バスケットボール、バドミントン、卓球、キックベース、料理、漫画イラスト、パソコン、科学実験、ロープジャンプ。毎日午前8時25分から40分までの15分間を朝の活動と位置づけ、朝読書、音楽、学年集会などを行っている。グラウンドの横には、1937年に建てられ1978年まで使われていた旧校舎の一部分が学校記念館として残されている。卒業生や地域の人々の願いにより保存が決定された。内部には当時の学校の様子がわかる写真や教材、机、椅子などが資料として展示されている。この校舎は、札幌市に現存する唯一の木造校舎である。札幌市教育委員会の事業である、札幌市学校図書館地域開放事業の指定校となっている。ありがとうございます。